なるんだ。デドは黙ることを覚えた方がいい。あ、はい、黙ります。触れろ。これくらい余裕ね。つまらん相手だったな。お出ましね。降りかかる火の粉は払おう。解毒した方がいいわ。あら、元の場所に繋がったの。どうする、戻っておく。体勢が下がったみたいだな。せっかくの庭園が荒れちゃうね。美しいものは散るとダメ。もう忘れよう、限界が近いわね。助けるわ。危険な状態かもしれないわ。何としても倒す。手を引いてあげなさい。これは貴重だ。5万円詰めじゃん。行くぞ。何しちゃったのね。焦らないで対応しましょう。張りは返すから。これはまだやれるけどな。一応大丈夫みたいね。仕切り直す。手ごわそうなのがいるわね。行くぞ。今のは弱点よ。もう終わり。でも手は抜かないことね。出てきたか。期待してるわ。大したことなかったわね。終わり。先に進もう。闇が吹き出してる。目障りだ。道がつながったわけだ。せっかくだから戻っておく。さっきの塔で何か見た。はっきりしない。ジャックは何を見たんだろうな。ジャックに思い出してほしいことがある。あ
の場所のことじゃないってのだけは確かだ。キューブがある。調べなくていい？闇が吹き出ている。飛ばしましょう。さあ、忙しくなるし。気を抜かないでよ、ジャック。なかなか手強いな。熱い展開だね。いい感じだ。お前たちも気をつけろ。この先も戦えるの？強敵の気配感じてるよね。戦うさ。アストスから敵の名を聞くためにもな。キューブだ。支度しなくていい？ベヒーボスだ。なぜこいつの名前を知ってるんだ。最近を下げられたの？攻撃来るわ。ジャック、ダメよジャック。
つけないと。結構まずいかも。まだ諦めないから。化け物、もう一度だ。もう一度狙うぞ。招待されてるわね。大丈夫だ、俺たちの方が強い。あまり効いてないみたいだ。闇雲に殴ってもダメよ。攻撃を集中させて結晶を壊しましょう。体勢が下がったみたいだな。嫌な予感がすっごいする。急いで阻止するんだ。そんな、ジャックが、ジャック、大丈夫だ、俺たちの方が強い。そんな、ジャックが、ジャック、焦らないで対応しましょう。
俺は何度ここへ来たんだ。やっと切り離すことができた旧世界だ。向こうから接続されたらかなわないからな。だから光と闇の均衡を計測している。もし均衡が崩れそうな兆しがあれば闇を透過し、それでもダメなら再創生をする。この聖地で美しいルフェインに制御不能の神秘の力は似合わない。聖地で美しいルフェイン、俺はルフェインから来たのか。俺自身が贈り物だとはな。なるほど、お前たちはルフェインの忘れ物か。待て！